はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわつだよ。本日もよろしくお願いいたします。本日紹介するのは、2018年2月12日に発売された、イオングループ限定ですかね、ポテトチップスカリラチーズ&ハーバジー。こちらはですね、カリッカリッと食べてリラックスする、カリカリ食感のカリラ。こちらはね、カリッと食感のポテトチップスにチーズをベースにハーブをミックスした商品となっております。では開けてみたいと思いますね。ちょっとなんかイオングループ限定らしいんですよ、このカリラね。なんでちょっとじっくり、ね、紹介したいと思います。カリッと食べてリラックス。こちら、もう種類もあるんですけど、まず一応今回はこちらの、チーズ&ハーブ味をご紹介となります。裏はね、やっております。実践いただきます。そして305カロリー。多分ね、ホームページではついてると思いますけど、多分この商品載ってないと思いますよ。載ってないんじゃないかな。ね、カリラ。楽しかった一日、頑張った一日、いろんな一日を振り返って、ふーっと一息。そんな時はカリッと食べてリラックス。カリラと一緒にのんびりとしたひとときを過ごしましょう。携帯電話でアンケート。これとね、ソルト&レモンもあります。開けてみたいと思います。おお。ポテトチップスらしくない、でもちっと小さいですね。ではいただいてみます。うん、このカリッという食感、食べ応えもある。このチーズとハーブが合う。うん、おいしい。でもよくこれ歯使うもん。うん、これはでも美味しい、普通に美味しい、チーズさんと多分美味しい。うん、うん、あの片揚げとポテトとまた違ってね、この形、この形もね、またこだわりがあるとあるんで、このザクザク、キザキザポテトみたいな。うん、うん、歯が疲れるけど、これリラックスか。うん、歯は食べ応えはあるからね。評価は3にさせていただきます。これでも十分限定商品としては高い。うん、
このカリッと食感のポテトチップスに、このチーズをベースに、このハーブをミックスしたカリラ、このカリッと食感がね、また美味しいんで、美味しい。ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。じゃあね。